はい、どうも皆さんこんにちは。このチョコレートとマイティープラグね、どちらも Bluetooth デバイスということで、この2つの接続をいろいろやっていて、まあ、iPhone のアプリ経由というのはこの間紹介したんですが、やってきました。中国からこのやはり同じ MWave さんのですね、ワイヤレスMIDIシステム、ちょっと輸送中の事故で箱は潰れてますが、中身はこんなのがちゃんと入っていました。MIDI 端子のついたワイヤレスモジュールと、この USB メモリー型のモジュール、今日はこちらを使って、この2つの機器を接続する方法を紹介したいと思います。まずですね、このモジュールをですね、こういった iPhone の充電器みたいなやつに接続します。そして、電源を押すと、このように、LED が点滅しているのが分かると思います。で、これを設定していきます。まず Bluetooth ですね、してキューブスイートなんですけども、後で画面が出ると思います。立ち上げます。はい、するとですね、このスキャンしろとね、Bluetooth デバイスをスキャンしてください。はい、そうするとこのモジュールがね、これなんですけど現れましたので、これをタップします。そして、最初ファームウェアをアップデートしろというのが出ますので、アップデートしてください。すげえ面倒くさいんですけど、何回か失敗しました僕。3回4回やったら成功しました。なんか 50% いったところで止まったらもう1回やれと言われるんですけど、やりました。そしたらまあ成功しました。読み込むとなってるというちょっと分かりにくいんですけど、もう1回これに戻ります。して、はい、これでこのホストオンリーモードになりました。はい、これでこの設定はおしまいです。次にですね、こちらの設定、これを立ち上げます。で、同じアプリでですね、エクイプメントリストを取ります。で、もう一回スキャンしますと、はい、今度はこれがフットコントロールとチョコレートですね、出てきましたので、タップします。これはデフォルトはこのプログラムチェンジ A とかになってるんですけど、このモードにしてください。アドバンストカスタムモード、はい、このモードじゃないとどうもうまく動かないような感じです。で、 ABCD というこの部分はこのボタンに対応している ABCD です。だ、この両方押す E と F っていうのはこのモードでは使えないことになりますが、ここ設定していきます。 A、ちょっと意味が分かりにくいんですけど、これがプログラムチェンジなんですね。 PC っていうのはパーソナルコンピューターじゃなくてプログラムチェンジのことです。で、これをタップします。で、ここに、チャンネルと、そして PC、 今四角白くなってますけど、設定があって、データ位置が0って書いてありますけど、この0が、マイティープラグや、MG シリーズではプログラム1番になります。これを押すと、こういう電卓みたいに出てくるんで、ここで数値を決めて入れることができるわけですけども、まあこの場合、データ1 A は1番を選びたいので0にしてください。はい、そしてこれでセーブ、はい、そうするとゼロになりました。
次ですけども、戻って次は B を。でこれ結構細かい設定がいろいろできるんですよ、コントロールチェンジだとか。なので、一個一個やっていかないとですね。はい、今度は B なんですけど、 B はですね、 B、はい、PC が1になってます。はい、これがプログラムチェンジ2番、セーブしてください。はい、C、 これ順番にやっていきます。はい、これ2番なのでこれが3、ややこしいですね。はい、次 D、はい、これは3なのでこれがプログラムチェンジ4です。でマイティープラグはちなみにプログラムチェンジ7まで対応なので、自由に組み合わせることができますので、別に1番が1番じゃなくても、 A が1番で B が2番だとかじゃなくてもバラすこともできます。組み替えることもできますので、はい、でこれでこの設定はもう終わりです。はい、なので今こういうふうに、点灯してますけど、一度電源を切ってしまいます。抜いちゃいます。はい、これスキャンすると何も出てこないですね。はい、Bluetooth 解除でこれから接続していくので、このまず iPhone の設定ですね。はい、ここで Bluetooth を送ります。でなぜこうするかというと、これらの Bluetooth 機材がですね、ここへペアリングされちゃうんですね。で、MWave の機材は、1個ずつとしかペアリングできないんですよ。なので、こちらとこちらでペアリングさせたいときに、こいつが邪魔しちゃうので、Bluetooth 切っておきます。で、ちなみに他のパソコンとか、Bluetooth の、そういう、まあ、iPhone とか、PC ですけど、といった方が Bluetooth をオフにしておいた方がいいですね。はい、これで設定は終了したので、では改めてまずこの補充を挿します。はい、そしてこの電源を入れてみます。はい、点滅から点灯に変わったのが分かりますでしょうか。この部分ですね、今爪に反射していると思います。ここがペアリングすると点滅から点灯に変わります。はい、これで準備完了です。では次に、マイティープラグを接続していきますが、これ残念ながらですね、この完全無線とはいきませんで、この モジュールとですね、このマイティープラグを、これマイティープラグ付属の USB-C to A ですね。これで接続します。ここで電源を入れます。はい。これで、一回ちょっとボタンを押してみて、この反応を見ていきましょう。あ、変わりましたね。設定は本当これだけで、先ほどのこの2つの設定をするだけで、あとはこちら何も、マイティープラグは全く設定をする必要はありません。そして iPhone も使わずにこのまま、チャンネルを切り替えることができます。ちなみにここ接続 USB で接続していますが、ちゃんと充電もできているので、まあこれが一番おすすめのやり方かなと思います。ちなみにこれでしたらもうマイティープラグの充電は気にする必要がないですし、このチョコレートはですね、まあかなり長時間、充電持ちます。8時間ぐらい持つと思うので、そこも心配いらないと思います。あとは、好みの設定をマイティープラグなり、まあ、USB 機材の方をねやっていただければ、これはこういうふうにどこでもこの
小ささで無線でプログラムチェンジができるようになります。以上です。